魔法みたいにハリーポッターやりそうですよ。あ、そうですね。こういう感じよりこんな感じの方がそうですね、いいかもしれない。頭の上で燃えててもいいし、頭の上よろしくお願いします。はい、始めましょう。おお、まあ、まずは見てください。これは木の全然違う形ですね。イメージとして、はい、さっき言った滝のような感じのメラメラと燃える感じで描いてみましたので、下の方から見てください。おお、魔法みたいにろうそくから出てる形じゃなくて、ま、突然現れてる、まあ、最近のねお話にはよくありがちでしょ。ハリーポッターやりそうですよ。あ、そうですね。もう一つの火は落ち着いた形になっていたんだけど、うん、これはずっと激しく動いてますね。これもさっき言ったみたいに山を送ってる感じで。ああ、じゃあこれは下の方が上がるんだ、うん、あ、上に上がったやつがちぎれて小さくなる。まあ、温度の低いところと高いところもあるから、それを表現するのに色分けを使ってたりしますけど、例えばろうそくの火みたいに色が分かるじゃないですか、はい、温度の高いところ低いところ、そう、一番真ん中の方があの青とか、ここに青がなさそうですね、うん、あの一色でやってもそんなに味気ない絵になっちゃうんで、うん、こういうふうに色分けをしてそれっぽく見せるという描き方です。もしこういう形で始めて、次はちょっとだけその膨らみが上がって、なんか最後にもう一回下の膨らみができるそうです。基本がこういう形だとすると、ここがここに来て、ここが一番、うん、太くなって、まあここはしぼみますよね。ああ、下のところ、はい、でさらに上に上がっていって、一旦細くなったのがここでまた膨らみ始めて、次の絵でこれは離れますよね。そうですね、上に登って、うん、なるほど。じゃあ基本的にここから外に形がなんていうんですか、うん、ブワッと広がっていく感じで。なるほどなるほど。こういう感じよりこんな感じの方がそうですね、いいかもしれない。ああ、そして2番目はまあこう直接上に上がるんですか、波打った動きを見せるので、こういう風な感じにしちゃって、その次にもうこういう風に離れちゃうとか。押さえておきたいのが、あの形は変わっても範囲は変わらないという、面積は変わらない。あ、うん、このシーンが結構気になるんですけど、うん、ここを離れたら、うん、どうやってここが形が戻るんですか。一番最後にポイントになるんですか。この絵の中で説明すると、す、ね、はい、離れました。あ、うん、一番初めに戻ります。こうやってこういう形を作るのが気になってます。ここが狭くなる。特に左右対称ということは全然ないから、こういうのはこういう風にね、はい、でこれもこんな形になってるから、次の絵はもうそうだな、こんな感じにしちゃってこれにつながっていくってな感じ。あ、ここがギュンとここまで広がるとか、あ、そんな考え方でいいと思うね。なるほど、すごい生きてますね、この、まあ、この絵この先端はあのゆらゆらなびいてるような感じにだと思ってもらえる。あ、まあ、それっぽく見せるためにこういうフォルムにしちゃってますから、
書き慣れないと全然これは、ねね、無理でしょ。そうですね。あ、さっきはワンフレームで撮ってたでしょ。これは1枚の絵を2フレームでいいと思うんで、うん、場合によっては3フレームでもいいし1枚の絵が、うん、さっきの日と比べたらあまり落ち着かないですね、うん、ずっとブワッと上がってないんですか、うん、はい、いいですね。まあ松明の日、滝の日とかあんな感じですよね、はい、最近のあのRPG 原作のファンタジーものとかだったらよくあるんじゃないかなと。そうですね、だいたいなんとかの上に浮いてる、うん、まあ手のひらの上で燃えててもいいし。そうですねそれは一番頭の上で燃えててもいいし。頭の上表現からするとそうだな、赤にしてしまえばそれっぽく見えるかな。もしあのオレンジを使うんじゃなくて青つけるんだったら、うん、濃い青とライトブルーとか、うん、それで表現しても全然構わない。へえ青と緑とかそれでもいいだろう。青と緑ですね。うーん、そうですね、あの属性を表現紫でもいいですよね、うん、あの毒、うん、火があって握ったら消えるとか面白そうですね、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。